ちらかというと2列目の選手を起用してくるのかなと思いましたけど、はい、やっぱり、ね、典型的なフォワードの選手起用してきましたからね。そうですね。シュートレンジです。シュート、菅野弾いたヘディングシュートを決めていたレッズ先制します。縦に速いパスが通っていい詰め方でしたね。菅野としてみればオフサイドはどうだったんだというところは気になっているかもしれませんが、そうですね、非常にシンプルな攻撃でしたけどね、はい、今見てみましょう。いい感じで原口がないですね、オフサイドはね。そうですね、はいはい、まあ、柏としては原口をフリーにさせたということですね、はい、原口も思い切ってシュートを狙ってですね、まあ、いい形で詰めてましたね、まあ、ゴール前今2人いましたから、はい、詰めてる選手がね、